パワハラやたかり、公金不正支出疑惑などが指摘された末に県議会の不信任決議で斎藤元彦前知事46が失職した兵庫県で出直し知事選が10月31日に告示された。自らの改革路線に県議会や県職員が抵抗していると主張する斎藤氏は負けるわけにはいかないと言いながら再出馬。 独自候補擁立を断念した自民党の一部が立憲民主党と共にお住まい天ヶ崎市長の稲村和美氏、51と斎藤氏の激突が軸となりそうだ。画像聴衆に囲まれる斎藤元彦前知事、46と対抗候補。地元経済人が協力バックアップ。今回、県議会側からの不信任決議。そしていろんな政党、政治家がですね。 斎藤元彦にさせるわけにはいかない。まあそんな強い声をいただいています。斎藤か斎藤以外か、私は絶対、それには負けるわけにはいかないんです。31日朝、JR 神戸駅に近い公園で第一声を上げた斎藤氏は、3年前の知事選で推薦を受けた自民党と維新を含む規制政党は自らの改革の抵抗勢力だと位置づけた。 斎藤氏が力を込めるたびに公園に集まった100人超の聴衆は盛んに拍手をし、頑張れと激励の声を飛ばす。平日の出勤時刻が終わった時間帯で、選挙初日にしても異例の人出だ。不信任決議案が可決された後、9月30日付で失職した斎藤氏は直後から、駅立ちを始め、その様子が SNS でどんどん拡散され、 駅立ちの斉藤氏に会いに来る人が増え続けました並行して改革を妨害する勢力の暴略で知事職を奪われたと斉藤氏を擁護する SNS の書き込みも増えましたネットの世界と斉藤氏がいる駅前では一連の問題で批判が高まっていた9月までの空気とは真逆の応援ムードが広がっています地元記者県政界関係者はこうした状況には下支え があると指摘する。3年前の選挙時に強力な支援をした神戸や晩州地方の経済人の中には変わらず斎藤氏を応援する人がいます。駅立はそうした支援者らと始めたようですが、ここまで人が集まるのには驚きもあります。ただ、目で見えるこうした光景がどこまで世論を反映しているのかはわかりません。同関係者、斎藤氏の前に現れて応援するのは女性が圧倒的に多い。 告示の前日も昼休みに斉藤氏が JR 明石駅前で短い演説をすると、その後に握手や記念撮影を求める長い列が生まれ、最後の人の順番が来るまでには1時間近くかかった。その一人、40代の女性 A さんに斉藤氏を支持する理由を聞いてみた。指示というか、マスコミだけを信じていいのかって思って。ちゃんと話を聞いて、本人がどう思っているのか、 本当のことを教えてもらいたくて来ました。私から見ると、すごくマスコミも、斉藤氏を、いじめているように見えたんですよね、A さん。そこで演説を聞いて報道とどちらが正しいか判断がついたかを尋ねると、うーん、わからない。これからですね、と帰ってきた。50代の女性 B さんは、斉藤氏の方が正しいと断言した。最初はマスコミがガンガン放送してたけど、 一時情報を見ていくうちにマスコミは嘘を言っていると思いましたね。本当に悪いことをやっているなら、あんなに堅くなに辞任を拒否しないだろうし、嘘ならだんだんぶれていくはずなのに、それがない。言っていることは本当で、ちゃんと信念を持ってやっているからだと思います。B さん。家族全員が同じ考えで、共感する人は増えていると感じるという。一方で、お年寄りと話すと、 道義的責任があるからやめるべきという人もいます。やっぱり、斎藤氏に、悪人のレッテルが貼られているからだと思います、とも言う。黄色い歓声が飛んだ、握手会、のさなかには、通りかかった中年の男性が、斎藤氏の疑惑を告発した県幹部ら二人が今春以降相次いで実施したことを挙げ、人が死んでるんやで、自責の重はないんか、モラルはないんか、 こんなご応援する気が試練は、と大声で叱りつけたりもした。対抗馬は天ヶ崎市長として実績のある稲村氏。選挙は立候補を目指す人物が多く現れ、候補者が増えれば増えるほど知名度が抜群に高い斎藤氏が有利になると見られていたが、告示直前に、反斎藤、が急速に集約された。知事選には他に、日本維新の会の参議院議員だった清水隆之氏。 50と共産党が推す意思の大沢法政氏61ら5人が立候補し、計7人が正式出馬しましたが、これでもかなり整理されました。これ以外にも元火災市長の中川長造氏68と元経済産業省官僚、中村敏氏62も立候補の意向を示していたのですが、この2人は告示直前に取りやめたのです。 中川氏は、選挙の構造をシンプルにする。斎藤さんだけには当選してほしくないという思いで、団長の思いで立候補を辞退すると表明しました。中村氏は自民党の推薦を期待したのですが、自民党が独自候補を立てるのをやめたことで賞賛はないと諦めたようです。地元記者。中川氏が支援に回った稲村氏は、神戸大生時代の1995年、阪神。 淡路大震災の被災地でボランティアに従事したことがきっかけで社会運動に入り、兵庫県議を2期務めた後、市民派として尼崎市長を3期12年経験している。稲村さんは市長時代、尼崎に4つも5つもあった暴力団の事務所を排除しました。勇気と実行力は相当なものです。財政再建でも好成績を残し、悪かった尼崎のイメージは劇的に良くなりました。 私は尼崎市の住民ではありませんが、尼崎がどんどん良くなっていったのは誰でも知っていますと神戸在住の60歳の女性は話す。今回、斎藤県政の混乱の中で、立憲民主党系の県議会の県民連合が早い時期から稲村さんに知事選への出馬を打診してきました。彼女の強みは県議や市長時代にも自民党ときちんと関係を築いていたことです。 それが選挙の構図に大きく影響しました。県議会関係者。